産業食品、サッポロ一番味噌ラーメン、プレミアムリッチ、ノンフライ麺に液体ビーフ馬スープ、七味唐辛子がついてます。麺はやや細めでコシはあるけどちょっとふくよかさに欠けます。スープは香りやザラついた舌触りになろう標準版の味噌ラーメンとの関連性がありますが、やや苦味が強くなったり全体的に大人の雰囲気になってます。柚子の香りがします。